やってしまいました。何をやってしまったんですか？なんとテストが何点でしょう？何点ですか？最下位。え？最下位ってさ、あの1年生の時のさ19点だっけ？あれより悪いの？うん、じゃあ最下位ではない、うん、この前の漢字が40何点だったっけ？40点台だったっけ？それより悪い。何点ですか？30です。何点ですか？35点。ガーン。ついに算数までもが35点。でね、35点。だって時刻と時間リミ嫌い。いや、リミちゃんこれ苦手なんだよね。時間大嫌い。ほんと見て。バツ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 ですね。この列バツね。1、2、3、4、5、6、7個。やばいね。こっち1、2、3。やばいですよ。35点です。また悪い点数でした。ねえ、これ友達見るんだよ、ね、これも見られるんだよ。え？これ見られるんだよ。見られるって誰に？お友達。なんで？あ、YouTube だからねえ。でももう今までも見られてきたじゃん。でね、リミちゃんはこういう風な感じでした方がね、努力をする子だからいいかなと思いました。前回も頑張ったし、漢字もね。で、リミちゃんこの35点は今回はどうやって頑張るんですか、この先？そうです、もうね、あさってから夏休みに入るので、その夏休みの宿題が結構自学っていうのは、まあ、自分でねノートを用意して自分で勉強を進めるみたいな感じなんだよね。自学学習。そう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 。なので今リミちゃんはもう自分でね、この時刻と時間が苦手だから、ね、これをね夏休みにしっかり勉強したいと思ったんだけどさ、うん、この飛んでる人絶対引っかかるよ。そんな、これ今ジャンプしてる。いいから、そういうことは。はい、ねえ、まさかの35点ですね、この夏休みも始まろうとしてるのに。まあでも一応ね、でも35点もあって、でさらに60点もあって、さらに65点、この辺がちょっと悪いです。裏もあるんだよ。裏は大丈夫だと思って。500点。で、そうそうそう、で一応ねリミちゃんのメールのために100点ももちろん、このニコニコに先生がしてくれてる100点、あともう1枚あったね、100点ね、3枚100点もありました。100点もちゃんとあるんだけど、3枚、うん、で悪い後の残りのテストもあるんだけど、それはまあ普通の70、80、90。これ、うん、それはもういいから。ね、なのでこのね悪かったテストを夏休みにお勉強してください。はい、はい、もう夏休みは勉強勉強ですよ。いやダメ、もう勉強です。もう勉強勉強。はい、まあ宿題もね、まあ今までの夏休みに比べたら、まあ、全然少ないんだけど、なんか出てたよね、ちゃんとこれ選んでやってくださいっていう、うん、まあその辺もね、後でちょっと志保ちゃんとも一緒に見たいと思います、その辺はね。とりあえず今回はこのね、リミちゃんがまたやってしまいましたという。さらに漢字以降大丈夫だと思ってたんだけど、さらにまたね悪い点数を更新してしまったのでね。じゃじゃーん、もう35。はじめこれ50点満点中のテストかと思ってさ、50点満点中の35点だよなと思って、いや、よく見たら100点満点中で、ビビりました。どこに書いてあるのって、ここにほら50分の15、50分の20で35点。ほら、各5点なんだ、50、各5点。ほとんどの人が悪い点数なんだって。そうなんだ。じ
ゃあみんなやっぱ苦手なのかね。あとね、理科も。理科。あ、でもりんちゃん、あ、これか、うん、昆虫の育ち方、うん、これもみんな悪かったの、うん、へぇそっか、だって、言ってた先生。そっか、お腹って書いちゃったの、腹を、うん、腹をお腹って書いちゃったのは欲しいねね、腹って書けばよかったよね。だってそれね、うん、先生にね、うん、腹って同じだよって言ったらね、うん、ダメだよって、ダメって言われちゃったのか。そっか、やっぱ厳しいよね、うん、はい、でもちゃんとね、これでもうここはお腹じゃなくて腹だっていうのを覚えたでしょね、こうやって覚えてね、いかないといけませんね。はい、ということで夏休みお勉強頑張りましょう。はい、えいえい、おー。